いつも大変お世話になっております QCD 革新研究所の中村です。今回はすでに設問集という形でアップさせていただいておりますが、ここに示しました設問を重点に具体的にどういうふうにものづくりトップキーマンがこの設問をこなしていくかという内容に関して回を例示させていただくことにします。個人談で恐縮なんですが、最近見た DVD のですね、旭山動物園の改革、それからホッピーを改革した石渡さんの努力、それからハウステンボスをですね、大改革して18年赤字だったのを黒字にした澤田さんの本、そこには分野が違ってもまさにリーダーシップの要点がまとめられていました。それはこの図にまとめた内容であり、戦略の基盤を成す要件です。この種の内容はものづくりトップキーマンの皆様が戦略を進めるパッション、いわゆる情熱のもとになる内容なんですが、それと並行してものづくりと管理の位置づけを整理しておく必要があります。こういった極めて常識的な整理をした後に、では具体的に職場を革新する戦略をどういうふうに形作るかということになるわけですが、その時にはここにあるようなシステム設計の手法というふうに言われてますが、この種のチェックリストを使うことは極めて効果的です。戦略設定というのは明らかに将来の客を意味します。そうなると極めて常識的な内容になるわけですが、戦略の見える化が必要になります。そこでここにあるような情報収集して企画をして、そして全員を引きつけるという内容が必要になってきます。皆様ご承知の通り、ものづくり分野の区分なく産業を引っ張る企業ですね、いわゆる先進企業というのは必ず世の中に存在していて、そこでは時代をリードする活動がなされてきました。そうなるとそういう内容を地図化して使うことが極めて重要です。産業界では地図なく工程は方向である、いわゆるさまよい歩くというわけですね。そういうことで、今までの私の体験、あるいは企業の支援にあたってここにあるような地図を使ってきました。この詳細はオンデコシリーズをご覧願うことになりますが、ここにある生産技術マップを使うということは戦略の設定並びに進行に極めて効果的でした。ものづくりの戦略展開にあたって重要な教えの中に、計画なければ管理なしという言葉があります。そこで、未来に向けて中期計画を作るわけですが、ここで注意すべきことは、常に変化する社会環境や経済環境に対して洗い替えをしていく必要が生じます。またこのことが関係者の共感を得てリスク対策に重要な要件になります。この種の内容をですね、実際にノーズ協会で企業の内省に関係なく優良企業の調査をしたことがありました。これは長年にわたって、調査した結果ですが、やはりこの図のようにまとめられたということは重要な点と考えます。このようなダントツ企業化する産業圏をもとに、現代の激しい時代に合わせていろいろな要件を入れると、この図のような形態になります。さらに戦略を具体的に進めるには、ここにあるような3つの形態があります。トップダウンで徹底的に早期にテーマを仕上げる方法、トップダウンとボトムアップを上手に組み合わせてやる方法、そして重点テーマを成功させて周りを引き連れるという方式があります。この選択は環境条件によって決めるべきです。いずれにせよ、戦略展開は未来を明らかにするということと投資です。そうなるとここにあるようにワンペーパーという形で明確化して企画の内容を見える化することが極めて重要になってきます。以上、ここまで自己育成並びに製造をどう管理するか、企画をどう作って全員を束ねるかという内容を整理してまいりましたが、その内容は経営改善におけるこの図の中に位置づけられます。